はい。さあ、それでは皆様お待たせいたしました。2019シャリ村エクストリームショー本社2回戦。もう細かいことを言うのは野暮でしょう。とにかく全力のライディングを皆さん盛り上げてください。さあ、今日は世界のラファエル・サンダーサーフィン、そして木下俊介、そして闇砕いてノーアウトサークル、木下俊介もノーアウトサークルをリズミカルに見せていく。そしてヤビクダイはここからゆっくりの旋回、テルヤゴリとはスタンディングウィリーサークル。やってきたのはスタンダーサーティー、旋回から一旦距離を取っていく。4台がぐるりと向きを変えて、そして横一に並んでいく。4台が一気にフロントを浮かしてくる。4台の三角を引いた4台の、そして今度も開脚ウィリーだ。 V フライングウィリーを4台同時に決めてかかる。そこから全開のストッピー180。しっかりと4台揃ってメイクしていく。スタンディングのウィリーをゆっくり、そして回っていくスタンディングウィリーサークル。ぐるぐると回っていくスタンディングのウィリーサークル。 600cc の巨体が軽々とこのフロントを手に抜けていく。4台をウィリーサークルから、まさかオートバイが
するとは、モノライダーたちだけができる驚きの走行オンパレード。さあ向き合った2台がまさにスライドして、そのまま2台のスライドサークル、2台のスライドサークルからそのまま合流していく12オクロック。この12時の針が刺したようなバイクの角度、直角ウィリーは12オクロック。さあここからヘッドスタンド倒立、オートバイの上で倒立、ヘッドスタンド、ヘッドスタンドからノーハンドサークル、両手を離してノーハンドサークル、くるりくるり飛んだ、落ちていく、元に戻ってくる。さあ前回からのバニーホーン、こちらももう一丁バニーホーン、2台がバニーホップで高く飛んでいく。前回の木下慎介やりづらい半地走行、驚くべきハードリフトから半地走行を見せていく。ウィリー、そしてスイッチバック、逆向きのスイッチバックウィリーだ。逆向き状態、スイッチバック、そのまま U ターンを決めていく。スイッチバックウィリーからそのまま U ターン、ヤビクダイはスタンディングのウィリーサークル。さあスイッチバックストッピー、スイッチバック逆向きの状態でストッピー、そしてそのままターンしていく、ノーハンド、スイッチバックノーハンドサークル、逆向きの状態、両手を離した、スイッチバック、スイッチバックバーンアウトサークル、逆向きの状態で全てのトリックをかましていく木下慎介。ここからパワードリフト、ヤビクダイは一旦距離を取っていく、木下慎介はアスファルトタッチ、イエーイ、ウィリーサークルからのアスファルトタッチ、ヤビクダイはシートレールを直撃、そのままスタンディングのウィリーサークルから一気に立ち上げていく。降りた状態で今一度落ち着きを取り戻し、ノーハンドウィリーサークルは木下慎介、両手を離したノーハンドのウィリーサークルからフラミンゴ、ウィリーの状態でフラミンゴのごとく高く足を上げていく、くるくるとウィリーの状態で回っていく。彼はアメリカ、ヨーロッパではまさにジャパニーズ忍者と呼ばれている。そんな日本を代表する最強のライダーのバニーホップ、まさに大事のバニーホップ。続いては世界一の男、スタンダーサーティー、まずはリラックスから、まずはリラックスから見せていこう。スタンダーサーティーがそのテンションを、その人生高月賞の青空の下、展開にしていく。世界広しといえども、このスタンダーサーティー以上のライダーは今現状世界には存在しない。バニーホップからウィリーにつなげていく、くるりと回っていく。このスタンダーサーティーと自由な動き、ウィリー中でありながらその上でさまざまに体勢を切り替えていく。ハイスピードなスピンターンをかましてフロントを上げる、そのままフロントを上げた状態でシートレール直撃、そのまま体勢を戻して片方の手を一つのハンドルに集中させていく。ぐるぐると回っていく、回っていく、深い間隔のウィリーサークルからホイールタッチ、そして最小発見、最小発見で回りながらリズミカルに足、体勢、体、すべてを入れ替えてくる。バッチ状態からワンハンド手を振って、ラファール、このラ
背中に当てられていく。そして前後打って八の字を書いていく。驚くべきライディング、これ以上はない。トップオブトップ、ストッピーワイルド。ライドは下まで勢いのライディング、左にと左を全開で打ってくる。アッシュがここまでワイドオープン。まさにこのスタッターサーティンだけ。全開、そしてスライド、白煙が立ち込める中、ここでスイッチバック逆向き、そしてヘッドスタンド。スイッチバックヘッドスタンド、ここから全開ウィリー。スピードが速すぎる。この男のスピードには誰もついていけない。そんなハイスピードなスタンダーサーティンのこのトリック、さまざまな場所の皆様に全力でご覧をいただいております。戻ってきた、くるりと回る。そして停止した瞬間にアクセル全開、タイヤが路面をつかむことができない。スルッと回って、そのまま全開。そしてアスファルトタッチ、こぎ乗ってタンクのサイド、そして体を横に集中させていく。キャンプバンクのバーチャルドサークルから足を上げて、そして乗せていく。全開状態、戻ってくる速いスピードのスタンダーサーティン。1台はスーパーカム、1台はグロム、1台は GPX のジェントルマン200。前回からストッピー。そしてウィリー、さまざまな障害技量マシンたちが見せていく身近なトリック。まずは GPX ジェントルマンレーサー200のバーンアウトサークル。そしてスーパーカム、世界のスーパーカムはウィリーサークル。そしてホンダグロップをくるくるとウィリーサークルで回っていく。そのままお散歩飛び乗る。スーパーカブが戻ってくる。ゆっくりとしたスーパーカブのウィリー走行、フェンダー直撃。東一郎さんごめんなさい。さあそしてスターティングのウィリーサークルを GPX でメイクしてきた。うえい、やりきっている木下慎介。そして向こうではすごいかどうかもわからないトリックが原付以来で繰り広げられております。続いて GPX はフロントを上げれるか。フロントを上げれるか GPX。 テルヤノリトは犬のお散歩から飛び乗り、ヤビクダイはそのままストッピー。さあそしてテルヤノリトはゆっくりとしたウィリーで戻ってくる。原付でも勝敗器量でもこれだけのことができるんです。さあそして木下慎介が戻ってきた GPX。 GPX でウィリーサークルをやってるヤビックをかわして、テルヤノリトの間を抜けて、さあフロントぶち上げろ。 GPX のヘッドライトが点を向いていった。ノーマル車両でこれだけの走行が可能な GPX の性能の高さにもご注目。さあヤビクがフットサークル。ヤビクとテルヤがフットサークル。足だけでバイクを操っていくフットサークル。さあ2台3台が間を取って分かれていく。そしてその場でスターティングのウィリーサークル。グローブ、そしてカブでもこれだけのライディングが可能。戻ってきたテルヤのスーパーカブ、世界のスーパーカブに乗ればこんなこともお手の物。
かりとしたウィリーを見て、そしておちょっと暑いな、ちょっと暑いな、ちょっと暑いけどどうすんの、ちょっと暑いということで、ほうほう、ちょっと休憩、これが果たしてすごいのか、これは果たしてすごいのか、どうなんだ。さあ、ヤビクダイ休憩中、ヤビクダイは休憩中でございます。大してすごくないと思うものをお送りしております。続いて2台が向きを変えていく。続いて、おお、バック走行だ。なんとカブがそのままバックで走っている。しかもうまく乗ってる、しかもうまく乗ってる。バックライドスラロームからそのまままっすぐ走り去っていく。さあ、そしてスルッとスライドさせて上に乗せていく。お、外してんじゃねえか、外してんじゃないか。さあ、ここでゆっくりと接続をしていく。ゆっくりと接続をする。で、いや、私もね、ちょっと休憩をしたいわけですよ、やっぱりね。はいはい、よろしくね。まあ、こんな感じのね、攻撃してもらえるととっても楽なわけですよ。さあ、そんなですね、私も多少は休憩をしていこうというところで、オートバイの上に乗って、まあ、あの、通常パンクした場合にこういうライディングを覚えていただけると、パンクに対してもね、しっかりと対応ができますので、ぜひこういう対応でパンクのパンクもですね、読めていただければと思います。危ない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 、ありがとう。さあ、そんなツイートライディング、一旦2台に分かれまして、ウィリーサークル、綺麗にヤビクダイが回っていく。最小発見のウィリーサークルから今度は片手でスーパーカブテルヤノリトがウィリー、なんかもうね、カブのエンジン音がすごいんだね。さあ、続いて出てきたのは木下慎介。木下慎介もスピード感あるライディング、しっかりと見せていく。スピード感のあるライディング、そのままスライドをして立ち上がって飛び出した。全てウィリー中の出来事、このままオンザバーの状態から片体重逆バックバーンアウトサークル、そのまま戻って前回のバーンアウト、バーンアウト前回からバニーホップ、ぴょこんとバニーホップで飛び上がってスタンディングのワンハンドのウィリーサークルからゆっくりと細かいウィリーサークルノーハンド、両手を離してノーハンドのウィリーサークル、そしてその状態から飛び乗ってきた。オンザバーに切り替え、ウィリー中にオンザバーに切り替え、そしてバーンアウト、そのままの体勢、2人が今度はスライド、細かく武器を変えていく。フロントを上げて深い深いシッティングのウィリーサークルからスタンディング、そしてワンハンド、ワンハンドからホイールタッチ、そして片足を離してきた。ヤビクはスタンディングのウィリーサークルからホイールタッチ、ワンフット、片足ワンフット、ホイールタッチ、回る、くるくる回っていく。まさにバイクのシャロウィーダーン。さあ、バニーホップ綺麗に決めていった。このタピック、ヤビクダイのこの卓越したライディング、スライドからバニーホップで向きを変えてピッターって帰っていく。このピッター、一旦距離を取り、2台が向き合う。さあ、向き合った2台が今呼吸を合わせて一斉に走り出す。前回からのストッピー、ヘッドバーと届かない。ここからバーンアウトの追走サークル、ワンハンド、ワンハンドでこのサークル、そしてレグを打ってのバーンアウト。
るバーンアウト走行スライディングからそのままつなげてくる木下慎介。さあこれは速いスライド走行だ。ヒールを奏る。そして前回フルバンクのバーンアウト走行、ギリギリを詰めてくるくると回っていく。目にも止まらない圧倒的な迫力、やみくだいのバニーホップ。高い高い打点のバニーホップ、そして木下慎介は一旦距離を取ってストッピング。バニーホップ高い高いバニーホップ食らわしてきた。高い打点のバニーホップ着地ができなかったのが多少悔しいか。さあ続いて何が行われていくか。今ライダーで若干のなんだ、何をしている。またおそらくはとんでもないことが起きているでしょう。今一度歓声が欲しいと求めている。さあここで2名乗車、タンデムに切り替わってくる。そのまま飛び乗ってタンデム2名が一体どんなトリックをかましてくるか。さあ、やみくらい、てるや、やみくらい、木下慎介に大きな拍手をください。やみくらい、そして木下慎介、タンデムの状態でまずはゆっくりと走行していく。お客様の顔を見ながら展開、そしてフロントをまずは浮かしてくる。まずはタンデムウィリー、この辺りはお手の物。そしてこちらでもフロントを自然に浮かしてくる。2人乗りはやはり1人乗りと比べても難易度が一気にグッと上がってくる。さあ前回からのストッピー180きた。タンデムでしっかりとひねり込んできた。そしてゆっくりとしたフロントアップからタンデムウィリーサークル。2人乗りの状態でウィリーサークルを回し切ってくる。続いて今度はライダー交代、場所交代。走ったままの状態でそのまま交代して、今度は直角のウィリーからひねり込み、ウィリーサークル。スタンディングのウィリーサークル、木下も非常にリラックスしていそうだ。ゆっくりとしたそのスタンディングウィリーサークルからこちらのお客様にもこの2名乗車のウィリーサークル。深い深い深い真深く、そしてアスファルトタッチ。アスファルトタッチをしてそのまま戻っていく深い真深くのタンデムウィリーサークル。2人乗りのままゆっくりとリアが木下慎介はノーハンド状態、両手を離してバーンアウトに身を預けていく。さあ続いては少し体勢を元に戻していった。そのまま走りながらタンデムの通常の状態に戻っていく。これが走りながら行われているというのがすごいこと。くるっと向きを変えて、そして両方とも立ち上がった。ツインタワースターティング、卓越したバランス能力と2人のタイミングが合わないとメイクできない、そんなツインタワースターティングからタンデムウィリーに切り替え、ゆっくりと回ってくる。どうした、今度は木下慎介が立ち上がった。そしてそのままヤビクを乗り越えてタンクの上に立ってきた。そしてゆっくりとゆっくりと前傾姿勢、パントマイマーのような姿勢でやってきた。そのまま飛び降りていく。驚くべき2人乗りでのライディング、
さあ続いてはハンドルの上だ。木下慎介がぴょこんとハンドルの上に座っていく。ハンドルの上に座った状態でさあまずはバーンダウト。オンザバー木下でバーンダウト。タイヤもしっかりとチェックしている。そしてオンザバー木下ウィリーだ。オンザバー木下ウィリー、そのまま新木下を乗っけたまんまはしゃぐはしゃぐ、ハンドルの上ではしゃいでいく。オンザバー木下ウィリーサークル。着地の時がね、あれめちゃくちゃ痛いんですよ去年体験済み。ゆっくりと回って、そして今度はサイドバイサイドに持っていくか。なんとハンドルの右側操作はヤビクダイ、左側操作は木下慎介、操作をおのおのに預けていく。サイドバイサイド、そのサイドバイサイドのライティング、これは見てる以上に難易度は高い。さあまずはストッピーを決めてきた。サイドバイサイドでストッピーを決めて、そのままバーンダウトを転倒するよね。そりゃそうだよ。あ、喧嘩してます。どっちが悪いかっていう話をしてます。お前じゃねえかよと、俺じゃねえよと。そりゃそうだよ、2人で操作違うんだから、そりゃ無茶だよ。さあそんなちょっと軽い揉めもありましたけれども、今度は2人がさあ今一度をサイドバイサイドに切り替えていく。今度は仲良くできるかな。サイドバイサイドのスタンディングの状態でサイドバイサイドバーンダウト。危ねえよ、危ねえよそれスタンディングの状態でサイドバイサイドバーンダウト、これはかなり難易度が高い。とにかく思いつきで危ないことをやるのをやめてほしい。まあ、そんな思いつきのライディング、木下慎介ヤビクダイ。続いてはスタンターパーティー、そしてジェリアノリト。スタンターパーティーがまずは出てくる。そしてそのままヤビクも合流するか。部品を飛ばしていった。さあそれほどまでにご機嫌なスタンダーサーティンが大暴れしていくぞ。この2本でファンダイが全力のライディング、巧みにアクセルワークをコントロールして右に左と切り替え、そして前回今スタンダーサーティーが戻ってくる。ストッピーバニーホップウィリーつなげてきた。バニーホップ着地からそのままフロントをつかずウィリーつなげてくる。まさに難易度最高潮。テンションが上がっている。このストップを吐き捨てる。そんなラファルスタンダーサーティーがそのままバイクとお散歩だ。トビ箱だね、アンセンジトビ箱。トビ箱ライディングを見せながら前回からのバーンダウトスーパーバーン。スーパーバーン状態でバーンダウトサークル。これが世界バーンダウト、そして日本世界一。世界のお客さんにお願いを掲げられた。スライドを見せていく。乗りに乗っている、乗りに乗っている。白煙が舞い散る。そして前回のスライドターン、フロントを浮かす、浮かせた状態からシントレール直撃。そのままサークルノーハンド、ノーハンドサークル、ノーハンドにつなげて転びそうにな
になりながら、しかしながらそのバランスを巧みに取り、スタッターサーティンにしかできないこの動き、ウィリー中にとにかく動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 く、ウィリー中にこれだけ体を動かせるのはこの男、世界中でスタッターサーティンのみ。ガクガクと安定を取りながらオンザバー、オンザバーの状態からバーンアウトに切り替えていく。そして速度、オープンワイドのアクセルからスライド横中央になってきた。アクセルを全開にしてバーンダウト、このホイールの回転のバランスが非常に面白い。ここからつなげていくバーンダウトサークル、ぐるぐると回っていく。皆さんが思っているより僕たちの業界ではもう神的な存在です。
まあ、簡単に言えばですね、 Facebook では100万人以上の登録者、そして YouTube では20万人以上の登録者がいます。もうそれぐらいワールドワイドで活躍しているような方なので、もう本当に自分たちも一緒に共演できて嬉しいです。また皆さんの声があれば来年も呼んでくれると思いますんで、どん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 中野さんも煽っちゃってください。やびくったい。そして同じく沖縄出身、カブでのコミカルなライディングを見せてくれる幅広いポテンシャルを持つベリアンダリタ。おはようございます。今日はちょっとスーツじゃないんですけど、またあとバイクもちょっと壊れてないんで楽しみちょっと減っちゃったかなと思うんですけど、今回は僕的には壊れず済んで無事楽しく終わることができました。ありがとうございます。そしてこの車輪村のためにトークポーランドからやってきてくれ、最高のパフォーマンスを見せてくれました。ありがとうございます。ご紹介いたしましょう、ラファール・サンダーサーティマスマンジー大好き日本大好き and お疲れシャリムラお疲れです。ラフォデコザルポランドから来ました日本バンザイ。ありがとうございました。 Thank you very much for coming. I hope to see you next year. Maybe I'm gonna come, maybe not, but you guys are awesome. Really, reallyI appreciate all the love here because really Japan is a place to go. One day maybe I'm gonna move, who knows? But really, the food, people, everyone is so kind. And thank you very much for all these guys because they really helped me to set up the bike and taking care of me so good. I'm feeling like a king here. So thank you very much. Arigatou gozaimashita.ようやくすると日本が最高だったということですね。まあ食べ物が美味しいし、みんな優しいし、もう今度は日本に来るときは日本に住もうと思ってるぐらいです。すごい楽しいし最高だと言ってます。来年またお会いできることを楽しみにしてると言ってますんで、さっきの言う通り中野さんをプッシュしてください。中野さんの声分かりますかね。あの人です。覚えてくださいね。あの人が全ての権限を持ってます。だから中野さんにラファール来年来んかったら来おへんよって言っておいたら、まあまず大丈夫です。よろしくお願いします。今一度最高のスタートラインに私に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。さあ続いてはそのまま